せーの、皆さんこんばんは、むくりなです。はい、ということで今日は私がむくりにメイクをするという企画になっております。なんでですか急に。まあ、なんでかっていうと、前にむくりんがうちにメイクするのをやってもらったんですね。明日、覚えてますか？覚えてるよ。ちゃんと、はい、秋冬メイクっていうのをやったんですね、はい、なので逆に今度は私がしてくれんの。そう、お返しメイク企画です。やったー。何をやっていくかっていうと、やっぱりむくりんはナチュラルなんで、いつもナチュラルなんで、いつもなんでいつも今回ギャルメイク、はい、あーなるほど。あえて逆方向行こう。でもやってみたかった。あ、本当？マジでムックは多分正反対の顔にいるので、ギャルと。うん。まあ、やったことないですけど、ギャルメイクなんて。まあ、なってみたいギャルに。うん。だからちょっとやってみようっていう企画になってますね。わかりました。よろしいですか、準備は。はい、頑張ります。はい。あ、頑張るのやめてください。そうですけど、まあ、はい、覚悟していて。じゃあ、ムックはもう完成するまで見れません。あ、鏡見れないの？はい、そういう感じでいきます。あ、わかりました。いくよ。せーの、レッツラゴー。はっ。はい、ということで、まずはじゃあカラコンをハーフっぽいカラコンにまず変えてください。了解です。今回はメイクはまあ落としません。もう薄いんで、もうこのまま濃くしていきます。はい、そうですね。すっぴんをさらさらえていこうっていう、そういうコンタンですから、早くつけてください、カラコン。はい、頑張ります。私は考えてますね、メイクを。今回は、はい、茶色で真っ黒みたいな感じで、やっぱり私の中でのギャルのイメージでいきたいので、うん、はい、茶色で真っ黒、茶色で真っ黒テーマ入りやした。はい、来ました。じゃあちょっとハーフっぽいカラコンをつけたところで、はい、じゃあメイクを始めていきますわ。どこからやるんですか？アイシャドウにしていきますか。じゃあ、わかりました。ちょっとアイシャドウにしますね。アイシャドウはもう抹茶色一番重要なんですよ。そうですよ、結構これで変わりますから、はい、表情が出るよね、それで、うん、茶色にしていきますね。はい、いっちゃうよ、もう目つぶってください、はい、もう濃い茶色塗りますわ。じゃあこっちの目から塗るかね。うん、これは、まあ、派手なメイクだから大きめにアイシャドウを塗ってください。目を大きく見せる。そうですね、もうだっていつもそんなさおかしいもん、塗られてる場所がまずおかしいもん。そう、もうここは眉毛やんみたいなところまで塗ってください。あ、なるほど。でも横幅も横幅もつけて、なんか笑われるとすごい不安になるんだけど大丈夫ですか？でも今見た感じだとちょっと目殴られちゃったみたいな感じになっちゃってますけどこれから良くなる。これから良くなります。で、二重幅のラインはもうちょっと濃いの入れたいんですね、私は。あー、見せてください。怖っ。あ、いいですわちょっと目開けてみ、ほらなんかちょっとちょっとまだね、違うんだよ、アイシャドウだけ、うん、だから、はい、それは面白くなってるのよ。言っちゃってる、面白いってあなた勉強してきた？ギャルメイクしてきたよ。あ、もう完璧ですね、アイシャドウ。はい、目開けてください。いいと思います一回ちょっとじゃあカメラの方、こんな感じです今。はい、涙袋もね、やっていきたいんですね。はい、私は本当にどうなってるか分かんないから、うん、面白いのとかも分かんないし、うん、まあ面白いよね正直あ、じゃあちょっと囲み目メイクみたいな感じで茶色くします。上見ていただいて、はい、いいですよ。それで、はい、ラメ、やっぱりギャルは目立ってなんぼっていうことでラメでもうキラキラにしてあげますので。なるほど。上まぶたも塗っていきますから、やっぱギャルといえばクラブかなみたいな感じなんで、そうなの？はい、まあ、渋谷、夜の渋谷のクラブでも一番目立とうという精神で。なんで、なんだこれはなんだこれはなんだこれはまあ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 、下まぶたもいきましょう。はい、上向いてください。ちょっと待って、想像してた、想像してていいか、これからちゃんとどうなるか想像して、なんかやべえなこれアイラインとか引いたらいけると思うんですよね。で、うん、あー、うん、まあ、キラキラしてますわ今、うん、まあ一番目立ってます渋谷で、うん、ありがとうございます感情が無なんだよねではノーズシャドウからいきますわ。じゃあ、はい、ノーズシャドウはこうって言ってきますから、あー、いいんじゃないですかね。ここ、やっぱここです、ポリ深いから、鼻筋の付け根のとこね。そうで、ちょっとちょん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 ってやったらできてる、できてる、本当に。ちょっと、はい、カメラ見せてあげてください。いいと思いますで、ハイライトもじゃあこのまま塗りますね。ギャルは鼻光ってるもんな。光ってるから、鼻もうラメ入れてんのかっていうぐらい光ってるから、うん、ちょっと見てください、結構鼻筋めっちゃ鼻が通りました。こちらでよろしいですか？はい、鼻はもう完成、ギャルって感じ。ガチ？うん。じゃあ、涙袋の影も描きますわ。引けたんだか引けたんだかよくわかりませんけど、まあいいでしょう、これで。はい。そしたら、チークもやっとくか。うん。チークは、まあ皆さんここら辺につけると思うんですけど、それだとちょっと可愛くなってしまうので、はい、今日は、こうってございますね。あー、まあそういうイメージあるわ。斜めチーク。なんか、そう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 。はい。
いいですわ。ちょっと理想のギャルになってきました。でここら辺でもそろそろつけさせていただいてよろしいですか。今頑張ってね、大事だよこれね、うん、大事だよ、うん、だちょっとはみ出てもそれもデカめでいくわ、うん、じゃあ 目つぶって、はい、つぶっていいんじゃないですか。ついた、ついた。どんな感じ。違和感しかない。まあでもついてると思いますわ。いいんじゃない。本当に。うん、じゃあ反対側もつけます、うん、はい、目開けでいいと思います。で、これでまあ豪快なアイラインを引けばいいんじゃないかなと。結構完成してきました。結構完成してきました、はい、跳ね上げラインで、うん、ちょっとこれ黒っぽいやつにしますわ。で、あのもうこっちも塗ります。いつもは目尻だけかもしれんけど、だって今なんか感覚が面白いもん。だっていつもそこに塗るみたいな。そうそう、おかしいもん。だってもうケバケバな目尻みたいになってますけどやばい、めっちゃ真っ黒だよ。いや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 、だってさ、すんごいから。あ、いいじゃない、目開けてみてください。なんかさ、超へったくそ。最低かよ。これだって塗ってる時から感じたんだよ。私は初めてのギャルメイクだから成長見せていけばいいのよ、これから。あ、そう。これでアイライナーを塗ったからちょっとやっぱ二重幅が狭く見えるので、あ、広げたいんですよ、もっと目を大きく見せるために。なるほど。僕はもともと広げを広げてもらいます、うん、はい、広げていくのを何使うかって感じなんですけど、はい、もうメイクが今してあるんですよね、うん、はい、その上からしたいんですよ。ということで使っていくのが湘南美容アイリッドフィルムっていうやつになります。パッケージを開けるとこの液体が入ってる本体とプッシャーがあるんですけど、これがあの二重形成のプロが開発したプッシャーっていうことで、アイリッドマスターっていうプッシャーなんですけど、これを使って二重をこうラインを決めてで作っていこうかなと思います。もうここにテカリ防止って書いてあるからすごい目立ちにくいと思うんですよ。で、じゃあ、うん、ラインを決める、うん、ラインを決める。こっちの目からじゃあラインを決めていくね。普通のいつもの線よりもちょっと上ぐらいで、うん、これぐらい届いてるかな、みんなのとこに。結構広いかもしれない。だから、まあ、さっきも言ったけど、うん、多分元の線が邪魔するから、うん、だから広めに塗っていくね。よし、こんな感じで白い液体で最初出てくるから、それを乾かす。乾いたら透明になるから、そうそう、そしたらこうまたプッシャーで、うん、さっきの線のところにグッてやるっていう、うん、二重の線より下に塗る感じですね。だからのりだったら線のところに塗るじゃん、でそこで折りたたむけど、そうじゃないからくっつけるとかではない、ね、ではない。そう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 。よし、じゃあ乾いたのでさっきの二重の線をもう一回プッシャーでなぞりながら目を開ける。はい、はい、できました。できたの。うん、いつもよりさ、二重幅広がってる感覚ある？ある。じゃあこっちも同じようにやっていきますね。はい、はい、じゃあ二重も完成いたしましたので、はい、リップかな、うん、最後リップ塗って終わりにします。リップはちょっとヌーディーな感じで、うん、ちょっと赤くしますか。ちょっと深めの赤ね。はい、完成でございます。はい完成いたしました。本当かな。まあ今回はアイメイク頑張りました。はい、アイメイクがもういつもと全然違うっていう感じ。はい、じゃあ完成しましたので、はい、見てください。めっちゃ怖いんですけど。私のもう作品ですから、これは。はい、見ますね。どうぞ。ねえ、ねえとか言って。ギャルですかね。ギャルですよね。いや、ギャル、本当になんか分かんない、もう麻痺してきた。もうギャルなんだけど。でも自分ではないっていうのは確か、まあ、僕にしてはギャルみたいな。うん、どうですか皆さん、逆に聞きますね。どうですか、どうですか、これギャルでいいですか。じゃポーズとか、ぽいポーズすれば、ぽいっぽくなる。イエイだった。イエイ、こういうギャルのピースみたいなしたらどうですか。ね、ギャルですね、これは。よかった、完全にギャル。うん、祝、はい、ギャル化、おめ。ありがとうございます。ありがとうございます。感想はいかがですか。こんな感じなんだっていう気分かな。ムク、はい、がギャルになるとしたらこういうメイクになるよってことですよ。なるほど。はっ、はい、で、今日はあの二重をね、作るときにこのさっき紹介した湘南美容アイリッドフィルムっていうのを使ってみたんですけど、これがもう本当にね、目立たないんですよ。本当にまぶたみたいな、うん、あのアイシャドウとかの邪魔もしないし、確かに。でしかもテカらないから、うん、なんか結構テカっちゃうのってなんか悩みだったりすると思うんだけど、うん、それ悩んでる人はこれ一回試してみたらいいと思います。あ、本当に今明かりとかあってもテカらないし、しかもウォータープルーフなのこれ、うん、だからなんかあの目立たないのに強い感じする。そうだから、これから多分夏で汗めっちゃかくとかっていう時も落ちにくい、うん、そう、ちょうどもうぴったりってことですよね。そうです
どうですかって使ってみて。え、なんか結構いろんなの試したことあると思うんですけど、え、なんか本当にアイシャドウの邪魔をしないのがすごいなって思って、ね、そうだよね、うん、びっくりしたのが、なんか今までだったら多分二重を作ってからメイクみたいな、あ、なんかアイシャドウとかだとちゃんと二重ができないってなったと思うんだけど、うん、逆にメイクを完成させてから二重作るから本当に綺麗に仕上がる、うんうん、これはマジでバレないと思います。すごい、うん、はい。でこれは他にもなんかいろいろタイプがあって、これが湘南美容アイリッドテープ両面タイプ。これはまあ二重になりにくくて、でもなんか平行のくっきり二重にしたい人はこれがおすすめです。そしてこちら湘南美容アイリッドテープの次、片面タイプ。これは平行二重を癖付けしたい人におすすめらしいです。でこれが湘南美容アイリッドグルー強接着タイプ。これは頑固な一重 で自然な二重にしたい人におすすめだそうです。いろいろありますね。ね、いろんな二重に対応してる、うん、で今紹介したこちらの商品はアインズ&トルペさん、イオンさん、ここからファインさんで買えるらしいです。なのでぜひ気になる方はそちらの店舗をチェックしてみてください。はい。で概要欄にもこの商品の紹介の URL とかを貼っておくので、はい、ぜひチェックしてください。はい、はい、ということで、まあ、こちらを気になった方はね、ぜひ二人悩んでる方とかは試してみてください。はい、今回はマニクリをギャルにしてみたということでございました。はい、もう次からこのメイクで出てもらいます。はい、ぜひ私にギャルにしてほしい人いたらぜひ来てください。いますか？いますいますかね。はい、はい、コメント欄で募集します。はい、バイバイ。なんだっけ、どうなんだっけね。あ、なんか困っている感じが見えないってなっちゃった。わかんない。はい、最後決めポーズ、せーの。